毎月5の日はコントの日。大学卒業を控えた、まだ小雪が散る頃、智子と俺はお互いの夢を追いかけるため別々の道を進み出した。5年経ってまだお互いのことが好きだったら、初めて出会った思い出の場所、ハンバーグハウスびっくりドンキーで会おう、そう誓い合って、今日がその約束の日。ない。どうしたんだい青年、探し物かい？あ、すいません、ここハンバーグハウスびっくりドンキーがあった場所ですよね。ハンバーグ好きなのかい？そうじゃないんです、この空き地ハンバーグハウスびっくりドンキーがあった場所ですよね。ハンバーグ好きなのかい？違うんです、ハンバーグハウスびっくりドンキーを探し、ハンバーグが好きなんだね。違うんですって、ハンバーグが嫌いなのかい？ハンバーグは好きです。じゃあ私ん家に来るといい。おじさん家ハンバーグ屋さんなんですか？湯葉専門店です。あなた、こんなとこで何してるの？おう、とも子か。暇だったら夕飯の支度と手も伝っ子。亮太さん。ハンバーグが好きなのか。やば。